佐伯城山桜ホールのすぐ近くにやってきました。まず紹介する新店さんがこちらですね、つなぐ茶屋なんですが、あっちにもつなぐ茶屋があるんですよ。つなぐ茶屋カフェテリア、ここにメニューがありますよ。わあ、おいしそう。お茶を生かしたメニューもあるのかな。50年以上続くお茶の専門店鶴見園が開いたカフェつなぐ茶屋、日本茶はもちろんお茶のスイーツも味わえて大人気。そのつなぐ茶屋が新たにランチなどを楽しめるスペース、つなぐ茶屋カフェテリアをオープンしました。メインの料理を3種類から1つ選んでいただいて、1人してる間にカウンターの上に並んであるものの中から4つ選んでいただいて、選べる楽しみ、自分で作れるプレートみたいな感じで、はい、それも1つの楽しみですよね。そうですね。本日のメインだとどれがおすすめですか。豚肉の香草パン粉焼きですね。こちら香草パン粉焼きの中にお茶っ葉、八女の玉露を混ぜて作っておりますので、ほんのりお茶の香りを楽しんでいただけると思います。じゃあメインは A で決定です。ここから副菜を選んでいくってことですね。はい、そうです。佐伯っぽいものっていうとどれになるんですか。魚を使ったしめ鯖やジビエのグラタン、オムレツなどが地元の食材を使った料理になっております。シェフを呼びましょうか。詳しくはシェフが詳しいので、シェフ今日おすすめの副菜を、はい、茶そばの焼きナスと生クリームを合わせたソースを上からかけてますので、ちょっと独創的な普段ないそばを召し上がれます。お野菜のムースですね。これかぼちゃのムース、すごいキラキラしてます。美味しそう。じゃあこれもお好みの副菜を選んで完成したランチ、つなぐプレート。鹿肉、イノシシ肉を使ったオムレツや自家製のしめそばもチョイス。まずはメインからいただきます。この周りについてるのがお茶っ葉ですか。はい、パン粉とやめ茶の玉露とパセリをですね、混ぜ合わせたパン粉になっております。シェフは読まなくていいですか。読んだ方がいいです。いただきます。お肉柔らかいですね。お茶の風味しっかりしてきます。柔らかいお肉と、この外回りはこうちょっとカリッとしてるんですよ。パン粉で閉じ込めて焼くので、あの中のお肉はしっとり焼けて、周りはパリッと仕上がるっていうその調理法。今回使ってる八女の玉露っていうのは伝統本玉露って言われるいいものを使って、本当に使っちゃっていいの。茶そば、これ気になってたんですよ。焼きナスのソースってことですもんね。焼きナスが広がります。新しい、美味しい焼きナス、ね、美味しいですよね。ナスは直火でこんがり焼いて、焼けた皮目を落として生クリームと合わせてブレンダーかけて、でソースを作ってるんですけど、この素敵な器に入ってるかぼちゃのムース、何が乗ってるんですか。これはあのポン酢で作ったあのジュレですね、ゼリーをかけています。これ大好きです。美味しい。美味しいですよね。かぼちゃのもう濃いこと濃いこと、味がしっかりしてきますね。でそれにちょっとこう塩味の効いたポン酢、少しだけ食べてもボリューム感すごいですよね。口の中でうわーかぼちゃめっちゃ食べた感じになりますよね。ちょっとお茶をいただきます。なんとこれセルフで告げるんですよね。はい、ランチ利用のお客様にはおかわり自由で飲めるようになっております。抹茶玄米茶のホットでいただきます。玄米の香りがふわっとしてきて、抹茶が入ってるからか、はい、ちょっとあっさりとした後味になりますね。そうです、さっぱりしてるので、ご飯の味を邪魔しないような味になってます。しめ鯖は薄焼きのせんべい、ふやきと一緒に。ふやきの優しい歯触りと鯖のコンビネーションが楽しめます。ランチは予約がおすすめ。